はい。で、それでその、この t というものもですね、何合いなということをもう少し考えてみたわけなんですが、先ほどは連立方程式でものを考えましたけれども、ちょっとそれ普通、まあ、例えば小学生とかに説明するときっていうのは、今から求めるべきものを定義するのに、今から求めるはずのものを使って定義している、いうことがあって、ちょっと恥じろくっていうようなですね、考えてみたらちょっとわかりにくい。で、そこのところをもう少しちゃんと考えてみようってするとですね、t の別のやり方での定義ですね、どういうふうに定義できるかというとですね、まず、各材ですけれども、各材、直接投入労働が必要ですってことですね。で、それにプラスして、それを作るために生産手段が必要であって、生産手段が A なんですが、A の生産手段が必要で、それを作るために労働が必要。で、それがタウをかける。で、これが生産手段を作るために、まあ、直接必要なのか。ところが、この生産手段を作るためにまた生産手段が必要になって、そのために労働が必要になる。で、またその生産手段を作るために生産手段が必要になって、そのために労働が必要になる。ということで、こういうのをずっと足したものという。こういう定義の仕方ができる。で、これもタフでくくることができて、でこれは単位行列ですね。で、これ、こういうやつを無限に足したものと、こういうことになります。で、これは前、行列じゃなくて、普通の数で、スカラーでですね、同じようなことをやったと思いますので、それで覚えていらっしゃると思いますが、それが行列になっただけです。なので、同じようなことが言えてですね、この i たす a たす a2 乗たす a3 乗たす a4 乗とか、ずっと足したものですね。まあ何でもいいんですが、まあこれをですね、言うとでもしておきますか。で、これに a をかける。で、そうすると a たす a2 乗。で、これを引き算します。u 引く au。まあこれも普通の式と同じように、こうくくって外に出すと。いうことができて、で、そうすると、これを引き算するわけですから、a と a を引き算する。なくなると。A2 乗と A2 乗も引き算されてなくなる。A3 乗と A3 乗も引き算されてなくなる。A4 乗と A4 乗も引き算されてなくなる。ずーっとなくなって、I しか残らない。ということになってですね。で、結局この U が、ここに I-A の約行列をかけるということになりまして、これは I-A の逆行列、レオンチェフ逆行列だということになっている。ということで、結局 t は、タウかけるレオンチェフ逆行列で、これで出てきますので、さっきのやつが、やっぱり出てきたわけですね。ところで、これができるのは何でできるかというと、A と A2 乗、A3 乗、A4 乗、A5 乗とずっと掛け算していくと、どんどん小さくなるからなんですね。最終的にゼロに。だからできるんで、これがどんどん大きくなるんだったら、こういうゲートはできないということになりますので、ここには実は i-a が、i-a がホーキンズ三論条件を満たすならば、先ほども言いましたように、a の形状を、k を無限大に持っていくと、ゼロ行列になります。というのが、成り立つので、これが言える。で、ホーキンズ三論条件を満たしてなかったら、この話はできませんということです。で、こんな風にして、t が定義されます。ということになります。で、そうすると、何がわかるかということですが、先ほど生産に関するやつをこう定義しました。こうですね。純生産の定義、こういうふうに定義されます。ということです。で、そうすると、先ほどもやりましたけれども、左辺に移行する。で、x を外に出してくる。で、そうすると、この x っていうのは、i-a の逆行列に y をかけたもの。まあ、こういうふうになります。これも前回でしたか、話をしたと思います。i-a の逆行列がレオンチェフ逆行列と。いうふうに言われまして、純正3ベクトルにレオンチェフ逆行列かけたら総正3ベクトルが出てきますというのが、まあ、経済波及効果とかでよくやってる話という話と。そうするとですね、何が言えますかというとですね、この t に y をかけましょうと。これに y をかける。そうすると、これは何かというと、これはこれですから、総正3ベクトル、x。だからタウ x。ty はタウ x と等しい。いう、非常にこれは実は重要なことで、これは何かというと、この純正産物の相当化労働価値。つまり、世の中の純正産物を作るために、直接間接に
まあ、投入されるロード。で、それがタウ X と等しいです。タウ X って何かというと、それぞれの部門で導入されていく労働の総計になります。で、それが等しいですよという。つまり、こっちもこっちも同じことを意味していて、これが世の中の総投入労働になっているということですね。で、その世の中で総投入労働になっている各部門でこんだけ、例えば自動車部門でこんだけ、米部門でこんだけっていう。まあ、そういうことをして足し合わせたのはこっち。で、それをですね、重生産物ごとで見て、例えばその米の純正さんのために投入されている労働、直接投入だけではなくて、それを作るための生産したのために投入されている労働、それも含めて、まあ、表しているのが結局、全部総投入労働同じことですということなんです。よろしいですかね。で、そうすると投下労働価値っていうのは、ね、まあ、こういうことだということが分かるわけですが、今 Y としてこれベクトル純正産ベクトルですが、ある純正産ベクトル、まあ、例えばこれを YI とでもしておきましょうか。YI という純正産ベクトル、それ何かというと、これが大I剤。大I剤だけを1単位作るという純正産ベクトルを考えています。1単位に純正産する。で、そうすると、これに、レオンチェフ逆行列をかけた総生産ですね。これまあ XI としておきますと、こういうのを考えますとですね、大I剤だけを1単位純正産する、したときに、世の中でこんだけいろんな財布を作らなければいけませんというのが出てくるわけです。例えばこれ米だったら米1、米1、他が全部0で、それをレオンチェフ逆行列を掛け算してやると、米1単位純生産するために、例えば費用がどんだけ生産せないかとか、まあ、トラクターが、まあ、1台丸ごとっていうわけじゃないやけど、その 0.0何台分とかね、そういうようないろんなものを作らなあかんっていうのが出てくるわけです。そうすると、これにタウをかける。これはどうなるか。タウをかけると、こうなります。で、先ほど見たように、これっていうのが T なんです。T っていうのは T1、T2 を並べたことですね。こんなやつですね、T という。で、YI ってもともと何だったかというと、これですね。これが第 I さん。そうすると、これなんか、T1×0、T2×0、T3×0、図掛け算していって、で、ti×1 だけがあって、あとまた0をかけた。で、それを足し合わせるってことだから、結局これは ti なんです。つまり、大 i 剤の投下労働価値っていうのは何を意味するかというと、大 i 剤を1単位だけ純生産するとき、大 i 剤を作ることだけに直接労働が必要だけではなくて、それを作るための生産手段を作るためにも労働が必要だ。それを作るための生産手段を作るためにも労働が必要だっていうのをずっと足したもので、つまり第1代を1単位生産するためには、さまざまなじゃあそれに使う生産手段の生産が必要であって、それを全部出した総生産ですね。で、それを作るための各部門の労働ですね。そういう各部門で必要になる、労働の総計を意味しているんだということです。で、それが TI 投下労働価値というものの意味なんですよっていう。よろしいですか。大愛剤も1単位生産する。そうすると大愛剤自身だけじゃなくて、さまざまなものを生産せないかということですね。で、それを作るために、それぞれ直接投入労働が必要。この各部門で必要になった労働全体の合計、この合計が TI、 こういうことです。ということなので、これ純生産ですね。第1剤に1単位純生産すると、各部門で生産が必要になって、それを作るためにそれぞれ労働が必要、その合計、こういうこと。つまり純生産というのは年々これを取り出すことができるということですね。年々これを繰り返し1単位取り出すことができるというためには、年々これを投入し続けなければいけないんです。愛ならで、もしかしたら、この大愛剤1単位生産するために第1剤が投入されますけれども、この第1剤が投入してから第1剤が生産できるまで時間のギャップがあって、これ過去の生産物でこれができているかもしれないけれども、そのこととは関わりなく年々この純生産というのを常にしていくということのためには、年々やっぱりこれ生産されていかなければいけない。で、そうすると年々こう相並んで投入されなければいけないということなんです。毎年毎年この純生産を取り出すということです。で、まあ、これが再生産という概念ですね。年々繰り返し、この純生産がなされるということになると、こっちも年々毎年、この購入はなされないということです。
で、なので、これ全部現在、その時の労働なんですね、これ。過去の労働じゃなくて、10日労働価値っていうのは、まあ、生きた労働と死んだ労働の合計みたいに、言われますけれども、まあ、それは比喩と考えた方がよくて、全部この年に相並んでこんだけ、投入されているということなんです。社会全体の年々の総生産、配分の問題なんですね。それを言っているんだ、ということなんで、まあ、Y という様々なものに純生産がなされる世の中ね。で、この純生産がなされて、それを人々が享受するわけですよ。人間様がこの様々な純生産です。これを人間の様々な欲求に対して、純生産がなされる。で、それが人間の様々な欲求を年々満たす。で、そうすると、この純生産を作るためには、これを純生産を作るためにはですね、直接にはタウ Y の、労働が必要だと。さらに AY の生産手段が必要だということですね。で、生産手段を AY 投入し、そして労働をタウ Y 投入するんです。なんだけれども、これが生産できるためには、生産手段を生産しないか。AY という生産手段を作るためには A2 乗 Y の生産手段が投入されなければいけないということ。で、そうすると、これを作るためにタウ AY の、労働が投入されなければいけない。で、A2 乗 Y の生産手段を作るためには A3 乗 Y の生産手段が投入されなければいけない。で、さらに A2 乗 Y の、生産手段を作るためにはタウの A2 乗 Y の労働が投入されなければいけない。この A3 乗 Y の生産手段を作るためには A4 乗 Y の生産手段が投入されなければいけない。これを作るためにタウの A3 乗 Y の労働が投入されなければいけない。ということが永遠に続く。永遠に続くわけですね。で、いうのが年々相並んで必要になってくると。Y という生産が年々、これが年々純生産がなされて、年々の人々の欲求に、当てがわれるというためには、年々相並んでこの生産が全部行われなきゃいけないんですよということです。で、この生産手段ですね。こんだけの生産手段が総計として生産されないというで、これも含んで、これと、さらに、純生産ですね。この生産した後、プラスして純生産。これが、年々の総生産になるわけです。これどうなってるかというと、Y プラス AY、プラス A2 乗 Y、プラス A3 乗 Y、プラス、ずっといって、これが永遠に続くと。ということで、これは、I プラス A プラス A2 乗 Y、プラス、A3 乗プラス、A に続くのに Y かけたということで、これは先ほどやった通り、レオン着逆行列に Y をかけたものなので、これが総生産。この部分が総生産。これが年々総生産されるという。で、それで、それぞれを生産していくために、労働がこういうふうに各部門でこう投入されている。これを全部足したら、これが年々の総投入労働なんだけれども、これは、それぞれに、これに全部それぞれタウをかけたものというふうに見ると、タウ X というふうに見ることができるんだけれども、これ足す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 っていう、タウ Y 足す、タウの AY 足す、タウの A2 乗 Y 足す、タウの A3 乗 Y 足すっていうのをずっと足していったものというふうに考えると、タウと Y で右と左からくるとですね、こういうのに Y をかけたものということになって、これは、タウの i マイナス a の、インバースの y で、この部分が、t になりますから、先ほど見た通り、これは ty。つまり、純正産物の全体の10日労働価値というのは、その純正産をするために、各部門で年々相並んで投下される、労働の合計、になるんですよ、ということなんですね。で、まあ、これが10日労働価値というものの概念です、という話です。ということで、まあこれがね、要は人間というものはですね、共同して、自然に対して労働を投下する。それで、そう、生産を行っているんだけども、その生産のうちの一部っていうのは、生産手段ですね。生産手段を投入して、労働を投入して、生産を行っている。で、そういうふうに生産を、することによってですね、その純生産物を得ていますと。これが人間が行っている物質代謝なんだけれども、で、この時にこの純生産可能ですっていうね、いうのを表すのが、この I-A が法規の最後の条件を満たすということが純生産可能ということを表していく。で、それをこっち側から見ると、生産の面から見るとですね、こういうことで、純生産が可能です。つまり、すべての
これ全てのっていう記号ですが、全ての純正の Y に対して、これ存在するっていう記号です。あの純正の総生産が存在する。これを評価っていうかね、各部門に対して労働を配分するという、そういうあの面から見ると、等価労働価値の定義式になる。これは、まあ、同じ書き方とすれば、この強制でやってみますか。まあ、これが強制であると。多分が強制であると。直接投入労働がに対して、強制の、これが等価労働価値が、定義できると。それはまあ、各部門にその、労働が配分可能であるということを意味する。で、こっちの体系とこっちの体系が表裏の関係になっていて、これが超対体系というふうに言われるわけです。この右側から掛け算するやつと左側から掛け算するやつが、同じこの曖昧な性という体系ですね。右側から掛け算するので、左側から掛け算するので、表すことができるけども、結局は同じことを表すということなんです。というところですね。まあ、これが等価労働価値というのお話でした。